こんにちは、京子です。今日はカッツェンブッケルという山を紹介しようと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。なんでカッツェンブッケル、猫のコブという名前になったのかというと、この山もともとは火山でした。7000年前に噴火をしたお山で、今はオーデンバルト地方で最も標高が高い山になっています。この山を遠くから見た時に、この山だけポコッとしていて、その様子が、猫ってストレッチする時とか怒った時背中がポコッとなるじゃないですか。それに見た目が似ているからこの名前になったのかなと思います。山を登り始めてすぐに出てくるのがカッツェンブッケルゼーです。これは人工で作られた湖だそうです。でもすっごい綺麗じゃないですか。すやしゅん、キングコング出てきそうじゃない、うん、この湖で泳げると思ったんですけれども、ワンちゃんはここでは泳いじゃダメっていう標識がさっきあったので、残念ながら泳げませんでした。でもすごく泳ぎたがってるヤラ様、可愛くないですか？ではもう少し山の中を登って頂上を目指したいと思います。もう夏なので森用の靴ではなくて普通の運動靴で山を登っています。でもこの山結構坂がすごくて、森用の靴が良かったかなと登山初心者は思いました。スキージャンプの練習台もありました。これを見てトムのお母さんが、日本人結構有名な人いるよねって言ってました。この辺りからまた急斜面になってきました。この日実はワクチン打った翌日で、左腕が全く使えなかったので、ここはちょっときつかったですね。そしてやっと頂上に着きました。頂上には岩で作られた展望台があります。この展望台もちろん階段なので、登り終わった後はぁはぁ言っておりました。以前火山だったところ、もし興味がある方は訪れてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。コメントもすごく嬉しいです。ではまた次のビデオで